勝手にマスツーリングってことでね、今ちょっとツーリングしますけどな、4人で4人のツーリングだからさね、ずっとついていっちゃうわ俺もね。後ろの方がね、チラチラね、こう見てね、笑顔になってきてくれてるからさ、あのもしかしたら受け入れてくれてるかもしれないね、これね。次あれだな、止まった時横に並ぶかな、それちょっとね話しかけてみるか、これな。こんにちは。チャンスです。どうも、勝手に ついてきちゃってます、勝手についちゃってますすいません、どちらで帰られるんですか、今から帰られるんですか。ああ、そうなんですか、なるほどすいません、勝手にねマッスーリングの気分で味わってすいません、すいません、本当そのうちね吐けてくんで、あのフェリーターミナルの方へちょっと行こうと思って。あ、そう、ええ、ちょっとあれだな、 YouTube にちょっと YouTube でちょっと動画とか作ってたりするんですよ。それでこのツーリング風景とか動画に載せても大丈夫ですか。え、顔は隠す、あ、顔とナンバーとかで、ね、隠しちゃうんで大丈夫です、すいません、ありがとうございますはい、今日買いました、顔とナンバーを隠すということでね、ちょっとこの風景をね、マッスーリングということで ね、ありがとうございます動画出してもいいですかありがとうございますありがとうございます、じゃあね、ということでね、ちょっとね先に急ぎましょう。 UC チャンネル勝手にまっすーって、このこっちまっすー、あ、なんかすごい猫耳だ、かわいいね、猫耳さんですよ。やっぱりフェリー乗り場したらそれコンビナートとかの工場地帯みたいなイメージあるよね、ああいうさ、絵になるよ、すごいねえ、高砂、すごい、これ一気道線がもうあれだよ、越えちゃダメですよ、ずっと言ってるよ。はい、あと少しでね、ここを南港の方へね曲がっていきたいと思います。はい、本当はねここで一応ゴールっていう話なんですけど、一応港まで行っちゃいますね。ただいまの1時50分でございます。これで一筆書きだいたい来たのかな、うん、こうね左に曲がっていくと、はい、ということで、ね、ちょっとここでゴールとさせていただきます。九州行きフェリー、このポイントが一応ね、あのまあ、ここじゃないっていうか、まあ、以前行った時はこの辺から乗ったんで、あの、ね、淡路島に渡るフェリーですね。だけど、あの、今回ここに目標にして、ぐるっと、ね、日本の海岸線をね、沿いを、沖縄以外を、海岸線沿いを走ったというです、ここがもう今日のゴールになります。はい。それがまだね、まだ、あの帰りのツーリングが続くんですけど、一応その一周できたことの証しとしてね、他の記録はないんですけどね、自分の心の中で記録が残ってるんで、ね、それで満足ですということで、帰りの道を設定してね、琵琶湖行けなかったら手前で適当に、うん、その時に気分によって帰っていきたいと思います。それでは次に向けて出発しますね。
好きな旅です。 UC チャンネル九州行きのねフェリーターミナルを出発しました。これからですね琵琶湖の方にね向かって行きたいと思います。ただいま14時5分、あと2時間41分ということで、そうですね、途中でゆっくりしながら琵琶湖の方へ向かいたいと思いますね。ほんと不動20いくつだろう、わかんねえや。ここすごいね、工業地帯と、うん、やっぱフェリーターミナルって結構ね昼夜動くからって、工業地帯の中じゃないとあれだもんね、苦情が出そうだもんね。はい、不動29にまた入ります。ぐる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 もう街中を回されてね、やっぱ渋滞がきついんだよ。ここだよ、ここどうなってんのかな、すごい道だね。あ、違った、本当きつい大阪の街並みは、街中は。ほんでもうずっとこれ何線だ、1号線か、あ、ルート1でずっと行くね、ルート1でずっと行く感じだ。これを1号線京都方面、いやーきついんで本当に、本当にね、あの1号線をねずっと通ってきたことあるんだけどね、きつい、本当きつい。何がきつかって、こうスポッパンの5プラスあるんだよ、そのクラッチをこうもう握んなきゃいけないっていうね、苦しみとかね、疲れる、なんせ疲れちゃう、すごいねこれね、温室みたいになってる、なんか温室だよねこれ多分ね、なんかうん、なんつうんだろうこれ、取り締まりがすごいんだね。あー、そこそこそこ路中をやってんだみんな、警察の止めらんないからっつって、これみんなね、警察がもう、ちょっとこれあれだな、コンビニもねえしさ、コンビニあったらかき氷だな。そんで水分補給とあと温泉入って、まだ事故だねこれね、おそらく。どうして大丈夫かな、はい、国道307号線に入ってまいりました。ただいまの時間、15時30分でございます。コンビニやったら速攻入って、あれ食いてんの、カビ氷みたいなの食いてんだよな。もう暑いからこれ食べちゃったよ、セブンイレブンで。今、平方食べてます。いやぁ、暑すぎる。 UC チャンネル、かき氷食べたよ、セブンイレブンのやつ。いやー、生き返った、喉かいて疲れてたところに甘いのってやっぱり効くね。目指すは琵琶湖のキャンプ場というかなんとか緑地ちょっとここね、無料というかタダでね利用できるってことでね、行かせていただいておきます。ちょっとね、いろいろちょっとね、今後のポイントとしてね確認もしておきたいですね。キャンプポイントとしても中継地でね、どんなもんかっていうのをちょっと確認してする目的でもあります。はい、国道422へ出ました。あと17キロか。で、あと30分ということでね。イエーイ。皆さんお疲れですな。
さ、まずあれだね、温泉に、温泉じゃない、銭湯でもいいから入って、あーここ涼しい、めちゃくちゃ涼しいよここ。はい、国道422から県道29、県道29か、県道29ってことはここも滋賀県から入っちゃうかな。まあ、県道29っていいね、この川の下のとこを歩けてさ、ほらなんか風情があっていいね、ここ。これ好きよね、これ。琵琶湖だね、もうね。いや、いつの間にかこの川沿いに来たなと思ったら、もう琵琶湖にこう流れる川だね、これね。途中でなんか銭湯かなんか入っていくか。温泉とか入ってもね。これイオンで買い出しできんじゃね、これでっかい、これはこれはでかいぞ、いいかもしんない、これ。なるほど、この施設の中にあんのね、そのなんとかの湯って。ただいま6時10分なんですけど、ちょっと今日は今日も遅くなっちゃったよ。なるべくいつも早くめにね設営してたんだけど、しょうがない、しょうがにゃいっていうことで、ね、もうね、コンビニのねお弁当買っちゃったそんでね、今から向かうと八重地へ向かうんですけども、そこは近いんだと思う。この辺りがそうなんだけど、すげえな、ここもすげえわ。いやーすごい、ここはきついかな。これきついかもしんねえな。ここもきついわ。やっぱ人がいっぱい。よし、この辺ですですか。ね、ロケーションもいいし。OK。今日はいっぱい。うまい。はい、本日はね、チョコのカレーの、りんちゃんのカレーのとこれそぼろですね。やっぱりサラダを食べようかと思ってます。ちょっと辛いけど、ね、ビアコンにいます。食べたらゆっくりした後